カスイチソナーを利用した、姿勢制御用海中ビーコンモホール計画とは、地球の近くを貫いて、モホロビチチフ連続面まで掘削を行おうという、アメリカ合衆国の大計画。宇宙開発競争で、ソビエト連邦にとった遅れを地球科学でもって、挽回しようという目的もあって計画された。アメリカ国立科学財団が、資金援助をし、アメリカ雑学協会が主導した。 陸地ではなく海底が掘削された。理由は、陸より海底下の方が地殻が薄く、掘るべき深さが小さくて済むからである。1961年に実行された第一段階では、メキシコのグアダリューペ島沖に5つの穴が掘削された。そのうち最新のものは、海面下3500メートルの大陸方を183メートルまで掘り下げられた。これは、 穴の深さという点ではなく、海の深さ及び固定されていないプラットフォームから止水がなされた点において前例のない成果であった。また、コアサンプルの最下部13メートルは玄武岩からなる中心用堆積物であり、大変貴重なものだった。モホール計画では、ロサンゼルスのグローバルマディーン社の石油掘削センカス1号が使われた。すなわちコンチネンタル、ユニオン、 スペリオール及びシェルノゴース石油会社によるコンソーシアムが1956年に技術的試作品として開発したもので、その頭文字を取ったもの。当時半径180メートル内で繊維調整した技術は現在の自動繊維保持装置へ進歩した。モホール計画の第一段階は地球のマントルまでボーリングを行うことが科学的にも技術的にも可能であることを証明した。 しかしながら、モホール計画の第2段階は運営の不適和と予算の超過のため1966年に頓挫した。モホール計画で培われた技術は、1960年代後半の深海掘削計画や1970年代後半の国際深海掘削計画に引き継がれ、プレートテクトニクスの理論確率など、地球物理学や海洋地質学など学術分野に、 大きな進歩をもたらした。また、これら計画で得られた海洋艇掘削技術は海底油田の掘削生産技術に貢献している。2006年現在、日本は最終目標を同じくする計画、地球発見を行っている。ありがとうございます。